あ、ほんとやん、欲しいもんいっぱいあるやん。欲しいもんテンション上がる気分。いやー、茨城県産ですね。めっちゃ安いね。これで 100g あたり糖質が74で200入ってるから、まあ1食分ぐらい、まるまるこれで3、4、4時から今時間がまあもうすぐ3時、あと1時間後にパワーバンプ始まるんで、まあ一応ねバナナ2本ぐらい、ここで買えたらいいけど、うん、まあね、次持ちナイスナイス、100g で54だから、これ1キロ入ってるから 540g、うん、だからこれで2つ丸々2キロ食べれば、まあ、1000g のカーボンが取れるからね、まあ便利っすよ。なるでしょ。今日全部食べたの？全部は食べないかな。全部食べても540だから、うん、まあまあ今日半日残り夕方4時から、うん、ちょうどいいかもね。夕方4時から一袋食べようし、もう一個買っとこうかな、うん、念のためまあね、これがいいですか、うん、次の時にも余っても使えるし。米も食べる。味変。味変とこの食感変えるために。家にもこれワンパックあるから。これ炭水化物祭りになってきた。さんの蜂蜜にしようかな。どう？アイハーブが来なかったらピンチだから、うん、一応ピーナッツペースト。本当はアーモンドがいいんだけど。アーモンドペースト。糖との関連を考えるとね。いつもアーモンドペーストですね。でもまあ、カバー蜂蜜、まあしょうがない。ピーナッツ。こんな感じです。このところ。アーモンド。どうなんですかそれ。絶対、小学生とか食べれるやつです。見間違えた。よし、こんな感じで。でも、どういうもん買うかもしれない。いや、家にもいいのがねえから。このサイダー好きじゃないですか。そう、俺が一番好き、これが。カーバップ中でもそれ飲んでる。いや別に家帰ったら帰国した後に、あ、帰国した後に飲み物がないと困るやん。あ、なるほど、うん、やっぱこの人工甘味料入ってるのは大会も飲まないですか。いや、あんま気にしない、全然気にしない。大会も水抜くからね。スイーツコーナーに止まってますけど、これを早くドカッと食える日が言って食べないんだけどね。カバップでパンパンに取ってるから食べれない。すげえ量パンパンっすよ。10キロぐらいありますよこれ。エコバッグがやばい。飯もゆっくり食わしてくれないです。うるさいな。今回のカーボアップ食材ですね、バナナ3袋、米5個分200g1kg、 餅が3kg、 干し芋がこれで 200×5 で1kg、
でコンビニで買ったやつが 100×5 で500。今ライスケーキ、ライスケーキあと4つ来る予定なんだけど、まあ、今日来なかったら持っていけないんで、まああるだけと。あとはポカリね、向こうでインドでね買えるか分かんないんで、あと蜂蜜、無添加のジャムって感じ、アーモンドがかったけど、まあ、ピーナッツっていう感じです。準備できたなお、今15時59分でございます。餅食べますわもう我慢できない。いやいや、そんなもんないよ。カップドリンク飲んでる。とりあえずね、そう、あのディプリートしてるから、うん、でも 2,3 日ぶりぐらいですね。うん、普通一般の人は 2,3 日も炭水化物取らないって日はないですからね、基本的に。そうかな。ああ、辛かったでしょうね。うん、辛くはないですか。辛い、うん、疲れるわね。顎が疲れるよね。うん、うまい。車ですね。完食しました。カーボップ一食目。うん、お餅5個とカーボドリンク。はい、カーボドリンクはカーボ何グラムなんですか。80くらいかな。80はだそうです。皆さん、うん、参考にしなさい。でも餅がそうそう、だから130くらい、うん、今ので200くらい取った感じ。200ちょいか、200炭水化物量で200くらい炭水、うん、で今日はトータルでどのくらい取るんですか。適当まあ大体でいいね、お尻キングの大体。まあでももうね、これの繰り返しだから、うん、まあ700ぐらいは炭水化物残り4、6時、8時、10時、3回、うん、10時が最後一応、うん、うん、かな。頑張ります。頑張ってください。では一度切ります。